はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらです。じゃんと、ね、ちょっとね、もう開けちゃってますけどね。はい、ジョジョの奇妙な冒険ですね。ちょっとリクエストがありましたんでね、ジョジョフィギュア、再度ご紹介したいと思います。箱はね、石膏バージョンですね。はい、こちらジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースク、ジョジョフィギュア、ギャラリー6ダイヤモンドレコーズ、はい、そこからね、第3部の、ジョー太郎なんですけれども、なぜね、前回石膏バージョンは誰得っていう話をしましたけれども、そんな話をした途端になんでこいつ石膏バージョン買ってんねんって思うけど、実はね、違うんですよ。石膏バージョンは石膏バージョンとしてね、こういう風に、購入しましたけれども、実はね、この箱の中にね、別個で折りたたんでね、カラーバージョンが、入ってます。はい、つまり一箱にね、2体入ってるっていうね、はい、そういう、ことなんです。はい、つまり2体付きで、私は購入したんでね。はい、今携帯が鳴ってますね。はい、あなたの携帯ではないです、私の携帯です。はい、ではね、早速、もう開封されてます。中古品で購入しましたんでね、では早速ね、見てみましょう。まあ、ついでに石膏バージョンも見てみましょう。はい、はい、ということでね、出し終わりました。まずは石膏バージョンから見ていきましょう。はい、こちらですね。ほんとね、白一色、うん、まあ、まさに原型そのまんま、色塗りせずにって感じですね。これはほんとね、どうしたもんかね。いや、これはどうしたもんかね。玄関に置いてもどうかな。ちょっと扱いに困りますね、これはね。うん、これはちょっとあれだな。はい、ということで、次、最初ね、カラーバージョンを見てみましょう。はい、こちら。いやー、いい。これね、ほんとね、色がね、確か何色かあるんですよね、出てる色が。まあ、自分が購入したのはこの緑の学ランのやつですけれども、第3部のジョジョっていうことでね、学ラン来てますけれども、まあ、一応このね、チェーンのこの再現とかね、造形はまず問題ないですね。うん、まあ、こういう帽子のね、ところとかも、よくできてますね。うん、まあ、こういうね、学ランとのシワ、そういうのもよくできてます。うん、こうたなびいてる感じもね、うん、シワとかもまず問題ない。で、肝心のお顔ですね。はい、うん、自分的に、まあ、個人的なあれも含まれると思うけど、自分的にはいいと思いますよ。はい、結構ね、似てるんじゃないかなとは思いますね。うん、まあ、なんせね、学ラン着てるってことは高校生の頃のジョー太郎なんでね、若々しいよね。いや、これはね、結構俺好きです。はい、この顔つきは、うん、いや、これはこれでね、ほんといいですよ。うん、全然石膏バージョンより全然いいよな。
これなんで石膏バージョン入れたかな、これ、うん、なんだろうな、謎だぜ。いや、公民とかっこいいなということで、かっこいい認定入りました。はい、いや、この角度かっこいい。いや、これね、スタープラチナがまだ出てないんじゃないかな、うん、スタープラチナ早く出てほしいな。めっちゃ飾りてえわ。あとディオも出てるんでね、そっちも欲しいな。ジョータロー買っちゃったら今度ディオが欲しい。つうか、あのクレイジーダイヤモンドね、買った時にあのジョースケを買うって言ってたんだけどね、なぜかジョータローっていうね。いや、ただ単に安かっただけなんですよね。うん、ジョータローがなかなかね、安く見つからないんで、うん、手をこまないという感じですね。はい、で、まあ今回はね、こういう感じでジョータローのご紹介ということでね、終わりたいと思いますけれども、随時ね、ジョジョフィギュアも、購入してますんでね、ジョジョ好きなね、方とかいましたら、ぜひね、このチャンネルを見たら登録していただいて、ぜひね、いいねボタン押してください。本当ね、いいねボタン押してくれることで、自分の動画のね、撮るスピードも上がってきますんでね。まあ、その証拠にね、前回の動画のね、アップ頻度が上がってると思います。はい、ほぼ毎日上げてますね、私ね。うん、まあ、もちろんフィギュアが手に入ったからっていうのもありますけどね。まあ、こういう感じで、フィギュアが入り次第紹介していきますんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。